4年度7月の定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに井本市長よりご挨拶申し上げます。はい、おはようございます。今年は6月の下旬には、梅雨明けとなり、国土最も早い、梅雨明けとなり、ただ先週の彼としては、もう非常に急な梅雨になりました、まあ、戻りのことなんですけど、ただ私はコロナが戻らないことを願ったんですが、ただ現在7月に入りましても第7波というようなことで、予祝しないでも6月1日の月間の160人でございましたけど、先週週間の新規感染者数は3倍と急激な、感染が拡大しているところでございます。夏休みに入るわけでございますけど、入りわけでございますが、人流が増加すること、さらなる感染者数の増加が懸念される状況でございます。引き続き基本的な感染症対策に、しっかりとお願いしたいと思います。ワクチンの接種でございますが、60歳以上の方と18歳から19歳までの方の、基礎疾患のある方、またはその他重症化リスクの高い、医師が認める方が対象になりますが、4回目の接種対象者、医療従事者、高齢者、施設に職員拡大する方針を示しております。60歳以上の方には3回目の接種から6月以上の接種期間を空けてのお決めのため、接種期間に合わせて順次接種券を郵送しながら、お手元に届く接種券と同封されていくことをお知らせを確認していただき、ご予約をお願い申し上げます。最後に本日の行事のお知らせでございますが、8月24日、小学生議会を開催いたします。市内の公立小学校8校から2名、16名の、小学生議員による一般質問を行いながら、私をはじめ執行部による答弁を行います。議場においては市議会を体験してもらい、政治や行政に関心を持っていただくとともに、さまざまなご意見を市政運営に反映できるよう、小学生議員によるしっかりした質問を行いながら、実施したいと思っております。私から以上でございます。本日お手元の概要の、行事等のお知らせ情報4項目のほか、急ではございますが1項目、高額介護サービス費の算定誤りについてを追加させていただき、5項目をご説明させていただきます。資料は記上にご用意しております。ではまず概要に従いまして進めさせていただきます。行事等のお知らせ情報1つ目、企画展示戦争の時代投資の開催についてにつきまして、文化芸術家有園明日香川よりご説明いたします。教育委員会文化芸術家の有園と申します。企画展示戦争の時代と牛久の開催について説明いたします。日時は令和4年の8月2日の火曜日から9月4日日曜日まで、場所は牛久市住井生文学館の報告者にて行います。電話番号、施設の電話番号は02-989-8350になりまして、主催は牛久市教育委員会文化芸術課となっております。展示内容についてのお問い合わせにつきましては、こちら02-989-8740-3121までよろしくお願いいたします。こちらの趣旨目的につきましては、戦時下の牛久の姿を映す昔の写真の展示を通して、戦後70年以上が経過し薄れつつある戦争の時代の記憶を振り返るとともに、牛久も戦争とは無関係ではなかったということを知ってもらい、戦争と平和について思いを巡らすことを目的として企画展示を実施します。内容といたしましては、スライド上映による展示を行います。戦時下のものを中心にですね、大正期から昭和後期に牛久で撮られた写真20枚程度を展示予定となっております。
展示会期につきましては、先ほど通り8月の2日から9月の4日まで、月曜日は休館となっております。開館日時につきましては9時から16時30分まで各日ですが、最終入館は16時までとなっております。入場料は無料です。その他県内他市町村の実施状況といたしまして、戦争戦時下をテーマにした展示催し、お手元の資料記載の通りございますので、ご覧いただければと思います。特記事項につきましては、展示会期中住吉文学館では、住吉や、またゆかりの人の、戦時期の資料の方を合わせて、展示いたします。内容としては以上になります。取材などよろしくお願いいたします。はい、教育企画会話です。よろしくお願いします。令和4年度小学生議会開催のお知らせです。日時は令和4年8月24日水曜日午後1時30分開会です。場所は牛久市役所4階新会議場となります。主催は牛久市です。趣旨目的です。当時では主権者教育の推進の一環として例年子ども議会を開催しております。今年は小学生議会となります。本議場において審議会を体験することで、政治に参加するための政治的行為を育成し、社会で起きている出来事として自ら考え、主体的に行動できる人間を育成することを目的としております。内容です。市内公立小学校、義務教育学校8校から各2名を選出し、合計16名の小学生議員が定例議会一般質問形式で、小学生議員の質問に対して市長、教育長が答弁をする形になります。今回で30回数える子ども議会ですが、小学生議会は平成19年、21年、23年、25年、27年、30年、そして今回の開催で7回目の開催となります。当日はコロナ感染拡大防止対策を徹底し開催いたします。小学生議会の取材をよろしくお願いいたします。以上です。NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会入江会長、細貝副会長、都市計画課長藤木よりご説明いたします。はい、都市計画課藤木です。よろしくお願いいたします。第31回、牛久駅前どんどん祭りの開催について、ご説明させていただきます。私の方からは、主催者でございます活発化実行委員会、のご説明をさせていただきまして、具体的な祭りの内容の説明につきましては、主催者でございます、活発化実行委員会の細貝副会長より説明をさせていただきたいと思います。牛久市では、牛久駅東口駅前広場再生計画案の検証のため、にぎわい広場の社会実験を平成22年1月に実施をいたしました。それを契機にですね、牛久市民の皆さん、牛久に来訪される方に、牛久駅周辺を賑わいのある、集う、そして憩いのある場所にするため、牛久駅前の活性化を目的とした、市民主体の活動団体、牛久駅前活発化実行委員会が平成22年に発足をされました。地元商店会との連携や、インターネット、テレビを使用しての情報発信など、今後も市街地活性化の核となり、牛久市のまちづくりに寄与するものと期待をしているところでございます。市民参加によるにぎわいづくり事業として、牛久駅前どんどん祭りを年3回、通常ですと5月、9月、2月に、実施をしておりました。新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、令和2年度、3年度は一度も開催することができませんでした。今年もですね、開催について、会の方でですね、検討をしていただいた結果、2年ぶりにコロナ対策等を実施しながら開催をする運びとなりました。続きまして内容につきまして細貝副会長までお願いします。よろしくお願いいたします。2年半ぶりで、
第31回のどんどん祭りです。平成22年から始めて今回が31回目ですが、2年半、どんどん祭りを開催することができませんでしたが、今回は、開催するということで会の方で決めまして、ただ感染が今少し広がってますんで、その対応につきましては十分注意して開催したいと思います。で、規模も時間も規模も、以前よりはちょっと縮小しまして開催したいと思います。期日は7月の23日土曜日、場所は東口のやっぺやっぺ広場でございます。10時から3時まで開催する予定です。出店するお店は、5店舗、それからキッチンカーは2台、フリーマーケットのお店は5店、あと子供用のバルーンアートとか、あるいは折り紙とかお手玉とかするコーナーも設けております。あとイベントとしましては、踊りが3グループ民謡2005、フラメンコ、フラダンス等の踊りです。あと歌謡としましては、歌としましては、2名の個人と1グループが、歌謡をやります。で、毎回ですね、小中高の生徒さんにおいでいただいたんですけども、今回はまあコロナの関係もあり、ご遠慮させていただきまして、まあ、次回からまたするときは、小中高の生徒、学校の皆さんにお願いして出ていただければと思っております。対策としましては、コロナの対策は、3カ所に、会場の3カ所にアルコール消毒液を用意する、本部に、体温を測るための、機器を用意 しておきます。で、密を防ぐために会場内に見物する、今までは椅子を全部用意したんですが、今回は密を避けるために椅子は、使用いたしません。できるだけ、まあ、暑いと思うんでマスクは、着用するように、マイク等でその都度またお願いする予定でございます。それから飲食するような場合はですね、東口広場の中の芝生広場の方で、食べていただくようにご案内いたします。で、アルコール類は販売いたしません。それから熱中症対策としまして、イベント会場内で、時々ですね、打ち水をさせていただいて、少しでも、まあ、量を楽しんでいただくようにいたしたいと思います。あと一つの目玉としまして、ビンゴゲームというのは毎回午前と午後2回やっておりまして、約60名の皆様に賞金が1回ごとにですね、やっておりまして、その当たった商品券、これはお買い物券なんですけども、会場内で使える券でございます。こういうもので300円、200円、100円というふうにご用意して皆さんにご利用いただきたいと思っております。以上でございます。よろしくお願いいたします。会長よりご説明いたします。すいません、私、不動園通り商店会の会長をしております。こちらのイベントの、一応代表代理として、ご参加させていただきました入江秀夫と申します。いいですか。はい。それでは、発表させていただきたいと思います。市民の皆様ありがとう牛久オールスター大感謝祭を夏祭りスペシャル in 牛久シャトーを開催いたします。期日は、7月30日土曜日の、午後3時から、午後8時と、31日
日曜日の午後3時から午後8時までと2日間開催いたします。場所は、牛久シャトーで、茨城県牛久市中央 3-20-1 電話番号が 0298735-3151 ですね。開催いたします。主催は、特定非営利法人営利活動法人牛久コミュニティ放送で、その他関係者といたしまして、共催牛久シャトー株式会社様、牛久シャトーオールザー大感謝祭実行委員会で協力といたしまして、牛久市商工会青年部新川林一番組ぶどう園通り商店会となっております。市民の皆様が楽しめるイベントを開催することで、牛久シャトー復活の感謝をするとともに、夏祭りの雰囲気を作り、子どもたちをはじめ地域住民の夏の思い出作りをしていただきたいという形で、開催をいたします。牛久のシャトーを市民の集まる町のシンボルのような場所に、していきたいと考えております。内容といたしましては、牛久シャトー全体を使用して商工会青年部ぶどう園通り商店会など多数の飲食店が出店いたします。他にも、射的やヨーヨー釣りなど出店での縁日のにぎわいを作り、夏祭りさながらの活気を創出いたします。サンプルガーデンにはメインステージを設置し、牛久山中太鼓部の演奏、ダンススクールの発表などを行います。バーベキュー広場では櫓を立ててカッコン林を踊ります。夕方からは貝町のお林と商工を見越して、より一層イベントを盛り上げていきたいと思っております。和の文化である祭りとシャトーの和洋を融合することで、新しいものが生まれると同時に、牛久市の歴史の一部である牛久シャトーの昔に風情を感じられる、風情を感じられるイベントを作りたいと思っております。参加は無料で、行程の場合は中止といたします。先の、イベントと同じようにですね、感染対策も、バッチリやりながら、イベントの方を開催させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。高額介護サービス費の算定誤り、過少支給について、につきまして、保健福祉部と内藤よりご説明いたします。保健福祉部内藤です。よろしくお願いいたします。高額介護サービス費の算定誤り、過少支給についてご報告申し上げます。概要です。介護保険では、介護サービス費の1ヶ月あたりの自己負担が、一定の上限を超えた場合に、こういった部分を支給する制度、いわゆる高額介護サービス費がありますが、その金額の算定においてシステム上の誤りがあり、本来より少ない金額で対象者にお支払いをしておりました。対象者の皆様には速やかに通知を差し上げられるように、そして早急に追加分をお支払いできるようにいたします。多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。追加でお支払いすべき対象者は、介護保険法の規定により6名となります。金額は総額で55,454円です。なお、対象者1名当たりの最高額は27,333円、最低額は3,104円となります。原因ですが、指定難病等で医療費の公費負担を受けている場合には、公費本人負担額を加えなければいけないところ、システム上の誤りにより加えていなかったため、自己負担額が本来よりも少なく計算されたことに加えまして、保険者である牛久市がシステムや出力された結果を正しいものと認識していたことによるものになります。例示にありますように、公費本人負担額を加えずに指定支給していたものとなっております。こちらの発覚の経緯なんですけれども、令和3年12月23日に厚生労働省から一部の保険者から公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りが発生したものの報告がありましたと概要を示した一報が発出されております。で、令和4年1月26日に厚生省から3分の2程度の保険者において算定方法通り行っていなかったという通知が発出されております。
で4月12日市とシステム受託会社と打ち合わせをいたしまして、システム受託会社から厚生労働省へ最初についての問い合わせ及び確認をいたしまして、5月25日にシステム開始を完了しております。その後6月下旬に市からシステム受託会社へ対象者等の調査を依頼し、7月8日にシステム受託会社から対象者の報告を受け、対象者金額の方が確定しましたということになっております。報告は以上です。